洋服のテカリ具合、人形の色彩が顔がリアルに再現されてますね。これから10分間、あなたの目はあなたの体を離れて、この不思議な時間の中に入っていくのです。でん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 。はい、どうもこんにちは、テラテラスでございます。さあ本日はですね、こちらの商品を紹介していきたいと思います。食玩ウルトラ怪獣名鑑新たなる挑戦編。はい、なんとこちらはですね、以前発売されていた伝説の食玩シリーズウルトラ怪獣名鑑がなんとこの2019年に舞い戻ってきました。ウルトラ怪獣名鑑が戻ってきただけでもうものすごくね嬉しいんですけれども、今回はねウルトラ Q をメインにラインナップされていて、1番ゴルボス、2番人工生命体 M15、 3番ガラモン、4番セミ人間、5番ケムール人ということで、このね、5種類がラインナップされています。かなり強気で、ケムール人は最近ね、ウルトラマンアーカイブスね、そういう企画ですごいピックアップされてますし、まあ、ガラモンもねすごくピックアップされてますし、まあ、ケムール人ガラモンはすごくね有名怪獣ですよ。で、人工生命 M1 号に関しては、お正月の某番組で、ものすごくね、人気の株を上げたっていう怪獣で、まあわかる、わかるんだけど、セミ人間とゴルゴスっていうね、このマニアックなね、チョイスが、すごいよね。さすが怪獣メーカーわかってるなと、オタクのツボをついてるなと。非常にね、びっくりいたしました。僕はですね、今回はセミ人間をチョイスいたしまして、まあ、本当はね、全部変えれば一番良かったんですけれども、僕がこれからね、ちょっと欲しい玩具があるので、ちょっとね、出費をね、抑えようと。出費抑えよう計画をね、ちょっとしているので、今回はね、セミ人間だけ買ってきました。で、店頭でね、買いたくて、その一箱だけ欲しかったんで、店頭で買いたかったんだけど、なかなかね、見つからなくてね、ようやくね、購入することができました。で、以前はですね、ブラインドパッケージで何が入っているかわからなかったんですけれども、今回はですね、パッケージに何が入っているか、書いてある仕様になってます。そしてですね、以前の怪獣メーカーといえば、300円前後で買えていた代物なんですけれども、今回はですね、なんと850円ということで、かなりね、お値段はアップして、販売されております。まあ、850円がね、高いかどうかっていうのはね、本体を見てからちょっと言いたいなと思います。ということで、開けていきましょう。はい、開封してみました。セミ人間と、ダイザーと、それからですね、怪獣名鑑とおなじみの台紙ですね。ストーリーのあらすじや、そのね、ストーリーのね、裏話なんか書いてあります。開くとチェックリストになっていて、このね、チェックリストのデザインがね、まさに怪獣名鑑そのまんまで、びっくりしましたね。当時怪獣名鑑買い集めてたんですけど、いや、このデザインだったわー。ほんとね、まんま同じ。すごいよね。そして毎度おなじみのガムということで、本体内容はこんな感じでございました。ということでですね、セミ人間本体を見ていきたいと思います。ウルトラ Q はね、白黒作品ということで、カラーリングとかはね、すごく派手なカラーリングっていうのはないんだけれども、ちゃんとですね、グレー、黒、白、こういうのをね、見事に使い分けていて、ほんとテレビ、あのまんまのね、セミ人間がね、出てきたかのような、クオリティとなっております。まず台座にね、ガラモンの逆襲、タイトルが書いてあるのがね、やっぱりいいですよね。そして、このね、ジオラマですよ。この岩場なんですけれども、ちゃんとゴツゴツとしていて、すごくね、リアルな質感となっております。いや、これは、めちゃくちゃすごいよね。懐かしいっていうね、一言がね、出てきますね。そしてさらに、セミ人間本体を見ていきますと、セミ人間のね、この洋服のテカリ具合っていうのがすごくね、表現されていて、生々しいですね。これはね、すごいと思いますよ。この塗装精度。でね、もうね、やっぱ一番ね、洋服にすごい興奮しちゃって、このね、テカリのね、塗装精度何なんだと、すごいびっくりしちゃいましたね。はい、横から見るとこうで、体のね、縞模様っていうのもちゃんとね、上まで入ってまして、はい、後ろ側もちゃんとですね、
こう縞模様入ってて、洋服のね、こう造形とかもリアルに入ってますね。手を挙げた時のね、この洋服のシワとかもね、すごくリアルに入っていてね、細かいですよね。そしてセミ人間のね、頭の後ろ、あ、こうなってたんだねって言えるぐらいのね、造形の細かさで、指の造形とかもね、こうなってたんですね。すごく細かいです。すごく細かい。そして顔のドアップをこんな感じで、セミのね、顔がリアルに再現されてますね。この目玉のギョロッとした感じとか、これね、すごくリアル。いや、ちょっとね、ゾクゾクするぐらいね、気持ち悪くなっちゃうぐらいね、リアルに再現されてます。ほんと、造形が細かいんですよ。こんな小さいのに。以前発売されていた怪獣メーカーと並べてみると、こんな感じで、まあね、ジェロニモンがね、すごくボリュームのある怪獣なんですけれども、スケール自体はね、もうほぼほぼ一緒で作られておりますので、以前集めていた怪獣メーカーをね、こう飾ってるっていう方でも、新しく、コレクションケースの中に加えても、全然違和感のないね、仕様となっております。ウルトラ級ということでね、先ほども言ったんですけども、白黒作品なので、派手な色がないんですよ。だから、実際どうなのかなって思ってたんだけども、黒、グレー、白、この中にもね、ちゃんとグラデーションとか、影の付け方とか、すごい陰陽の色彩がこだわっていて、本当にね、素晴らしい出来に仕上がってます。セミ人間に関してはね、ほんとね、最後の方にしか出てこない。すごいね、登場時間も少ないキャラクターなんだけども、現場に、おーい、ちょっと、手を振ってて、最終的に殺されるっていうね、それね、悲しいね、最後を迎える怪獣な宇宙人なんだけど、なんかそこがね、なんともね、すごく面白いなと、そういう部分がね、好きですね。そしてね、ネックになってくるのが値段850円なんですけれども、当時ね、その300円とかで買っていて、いや、もう800円なんてもう、それは高いじゃないかってね、まあ思うんですけども、ね、今の情勢を見ても、絶対に300円とかで出すのは難しいと思うんですよ。で、怪獣メーカーをね、まあ、復活するってなった時に、その値段を抑えて、中途半端なクオリティで出すのか、それとも値段は高くても、以前築き上げた怪獣メーカーという名に恥じぬ素晴らしい出来で出すのか、すごくね、担当者さんもね、悩んだんじゃないかと思うんですよ。実際バンダイの中の人じゃないので分かんないんですけど、多分悩んだと思うんですよ。高くてもいいから、それだけね、クオリティの高いものを出そうということで、この850円というね、まあ、強気な値段でね、出したと思うんですけれども、まあ、これはね、大正解だったんじゃないかなと思います。中途半端な出来で出されるよりも、850円高いですけども、それぐらい出して、もうね、ちゃんとしたクオリティに仕上げて、もう素晴らしいフィギュアで出してくるっていうのは、本当にね、素晴らしい心意気だなと思います。担当者さんの回収メーカーのね、愛を感じますね。ということで、今回はね、この5種類がラインナップされてたんだけど、やっぱね、第2弾以降も続いてほしいなと思いますよね。まあ、ウルトラ級で、このままウルトラ級で行くんだけど、僕はね、圧倒的にね、パゴスが欲しいんですよ、パゴスが。パゴスがめちゃくちゃ欲しいので、ぜひともね、パゴスをラインナップに入れてほしいっていうのがありますし、またやっぱね、夢が広がってくるのが、平成ウルトラマンの怪獣メーカーだよね。ウルトラマンティガの怪獣メーカーとか、キリエロイドのね、怪獣メーカーとか、めちゃくちゃ欲しくないですか？プレ版でもいいけどね、でもそういうね、面白いことね、やってほしいな。ウルトラマンティガの怪獣メーカー欲しい。それともあれやね、もう、ガンガン新しくしちゃって、ニュージェネレーションの怪獣メーカー、もうファイブキングのメーカーとか、グリーザのメーカーとか、ね、マガタノオロチのメーカーとか、そういうのやっても、ね、面白いんじゃないかなと思いますよね。あと、まあ、ウルトラマン太郎とかウルトラマンレオに関しては、ウルトラ怪獣ギガの方でね、ほんの少ししか、メーカー化されてないので、まあ、太郎レオをね、出すっていうのもね、いいんじゃないかなと思いますし、とりあえず何でもいいからね、怪獣メーカーのシリーズがね、続いてほしいなと思います。はい、ということで今回は、セコガンウルトラ怪獣メーカー新たなる挑戦編、こちらを紹介いたしました。850円ということで、もちろんお高いシリーズではあるんですけれども、これは買って損のない商品でした。僕は今回ね、セミ人間がかっこいいなと思ってね、セミ人間買ったんですけども、これゴロゴスとかも欲しくなるね。これちょっと僕のね、玩具非対応月間を揺るがす危ない商品になりそうですね、これは。非常に、危険ですね。はい。ということで、今回こんな感じで終わりたいと思います。以上、デレキラスチャンネルのデレキラスでございました。ではまた。